時代が変わり、徐々に明らかになってきた皇室の方々の関係性。皆さんは上皇ご夫妻の卒寿を祝う音楽会が開催され、話題になっていることをご存知でしょうか。2024年7月10日、上皇ご夫妻の卒寿を祝う音楽会が開催され、天皇ご一家が出席されました。しかし、このご様子が報じられると、多くの国民の注目を集めたのです。今回は、多くの国民の注目を集めた、上皇ご夫妻の卒寿を祝う音楽会と、皇族の方々の関係性について、ご紹介します。2024年7月10日の午後3時ごろ、天皇皇后両陛下は、上皇ご夫妻のお体を気遣いながら、皇居桃花学堂のお席に着かれました。ちなみに、上皇陛下は、昨年の12月23日に、上皇后陛下は、今年の10月20日に、90歳を迎えられます。そのために催された、この音楽会は、宮内庁職員の有志で企画されたそうです。そして、この音楽会には、天皇皇后両陛下や、愛子内親王殿下、秋篠宮ご夫妻、佳子内親王殿下、そして、黒田清子さんご夫妻がご出席されました。他にもサックス奏者である、渡辺貞夫さんをはじめとする、上皇ご夫妻と、長年のご交流がある音楽家たちが、演奏をされたのです。また渡辺さんは、どうぞご自愛の上、お元気でお過ごしください。と、ステージ上から上皇ご夫妻に向けて言葉をかけており、アーリースプリングを演奏されました。またアンコールでは、上皇陛下が長年チェロにて練習されているサンセアンスの白鳥など、思い出深い曲が演奏されたのです。演奏を鑑賞された上皇ご夫妻は、演奏終了後、素晴らしい演奏を聴かせていただき、心から感謝申し上げます。と、お気持ちを述べられていました。そして、このご様子が報じられると、国民からは多くの声が上がったのです。まず、天皇皇后両陛下が上皇ご夫妻を気遣う優しさに対して、素晴らしいという声が多く上がっていました。また、皇后陛下は上皇ご夫妻が会場に入られる際、上皇ご夫妻の足元を気遣われていたのです。そのご様子からは、皇后陛下の人柄が伺え、和やかな雰囲気を感じることができました。そして、その後、天皇皇后両陛下は、上皇ご夫妻の足元をお気遣いになりながら、ご着席されます。そのお姿からは、天皇皇后両陛下のお人柄が垣間見えたのです。また、天皇ご一家のお召し物についても、称賛の声が多く上がっていました。しかし一部では、上皇ご夫妻の卒寿祝いをするのは、素晴らしいことだが、祝う場所をもう少し考慮するべきだったという声も上がっています。足元が悪い中、会場まで足を運ばれることを心配したのでしょう。実際に、上皇ご夫妻は、やっと階段を上がられていたご様子でした。そのため、御所でお食事会などをしてもよかったのでは、という声も上がっていたのです。しかし、このような雰囲気は良いですね。この雰囲気こそが、家庭の平和を保つ一助となるのではないでしょうか。また、愛子内親王殿下のお席については、疑問を抱く声が多く上がっていました。ちなみに、最前列に、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻が座っていたのですが、その後ろには、秋篠宮ご夫妻、そのお隣に、愛子内親王殿下、そして、佳子内親王殿下と、お座りになっていたのです。この座席の位置に対して、国民からは、愛子内親王殿下のお席について、とても違和感がある。佳子内親王殿下と逆になるべきだったのではないか？ご真意の順と思いますが、例えば、皇后陛下に近い席に、愛子内親王殿下がお座りになるなどした方が良かったと思う。前列に4席しかなかったから、このような形になったのだろうけど、疑問を抱くね。まるで愛子内親王殿下が、秋篠宮家の長女のように見えるよ。園遊会の時同様、なぜご家族ごとに座られないのか謎だ。儀式ではない場所なので、継承順位は関係ないのではないか。上皇ご夫妻の卒寿を祝う場で、継承順位を気にする意味がわからない。ご家族ごとに座る方が自然だ、といった声も上がっていました。愛子内親王殿下と、佳子内親王殿下は、仲が良いみたいなので、もしかすると、ご自身で希望して、お座りになったのかもしれませんね。また、この音楽会でのご様子を見て、皇位継承問題に触れる声も、多く上がったのです。
その一部をご紹介します。海外では皇位継承者の長子が後を継ぐということになっている。なのに日本は男性しかダメであり、とても遅れている。政治家はもっと真剣に考えるべきだ。愛子内親王殿下は青年会見でも素敵なお姿を見せてくれたが、この場でも素敵であり輝いていたよ。敬愛される方にご成長されたね。また国際親善のため外国訪問されても大丈夫という安心感があります。一方、将来天皇になられる可能性の高い悠仁親王殿下のお人柄やお言葉は一切報道されないため、敬愛できるお方なのか全くわかりません。愛子内親王殿下を次の天皇にという声が国民から多く上がっている中、議員に届かないもどかしさがある。また海外の人がこのような問題に対してどのような気持ちを持っているのか気になるね、といった声も上がっていました。このように様々な声が上がっていた音楽界ですが、実は印象操作という激しい言葉まで上がっているのです。一体なぜなのでしょうか。実は令和になってから多くのメディアでは皇室の方々の関係性が報じられるようになってきました。また皇后陛下はかつて適応障害と診断され、現在もご体調の波と戦われています。そして天皇陛下は皇太子時代に多くの波紋を呼んだ人格否定発言をされているのです。かつて皇后陛下が適応障害にまで追い詰められた理由は何だったのか、当時は謎のままとなってしまいました。しかし時代が流れ再び取り上げたことで少しずつ明らかになっているのです。かつて天皇陛下は、雅子はこの10年間自分を一生懸命皇室の環境に適応させようと努力してきました。しかし最近ではそのことで疲れ切っているように見えます。また皇室内においてこれまでの雅子のキャリアやそのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実ですと会見にておっしゃっています。そしてこの発言は人格否定発言と言われるようになり、多くの国民の関心を集めました。当初皇太子妃に対する人格否定発言をしたのは皇后陛下ではないかと憶測されたのです。しかしこの憶測に対して上皇陛下のご学友であった橋本明さんは、皇室の環境という孝仁親王の発言は天皇家の家風と解釈できます。そのためどのように想像力を働かせても現実と孝仁親王がおっしゃった発言との内容が合いません。なので長男の嫁をいびっていると考えるのは無理があります。また雅子様が天皇皇后両陛下とお会いするのは年に一度の誕生日のみであるため、この憶測は現実離れしているのです。ちなみにまだ孝仁親王が18歳だった頃、美智子様はお妃選びに関していろいろと希望することは、これから皇室へ入られる方に対して枠を与えることになるので控えさせていただきますとおっしゃられていました。さらには皇室は伝統を大切にしております。そのため何事にも温かく育み育てられる方であっていただければと、それだけを考えていますともおっしゃられていたのです。このようなお気持ちは美智子様が雅子様へ対する基本姿勢だと思います。そのため温厚なお人柄をしている美智子様が雅子様のことをいじめるはずがないのですと語っていました。しかしこの発言に対して疑問を抱く声が多く上がったのです。一体なぜでしょうか。それは2003年10月15日来日したメキシコのフォックス大統領夫妻を迎えての宮中晩餐会でのこと。当時天皇皇后両陛下であった上皇上皇后両陛下がフォックス大統領夫妻に皇族の方々をご紹介されました。その時のご様子について関係者は、晩餐会では主催の天皇皇后両陛下が皇族の方々を順番にご紹介なさるのが儀礼です。そのためまずは燕尾服姿の孝仁親王がご紹介され、次はイブニングドレス姿の雅子様がご紹介されるはずでした。そしてフォックス大統領が雅子様に向かって手を差し出されたのですが、隣の紀子様がご紹介されたのです。雅子様が紹介されなかったため、一瞬大統領の手が宙で迷われ、おかしな雰囲気になりました。また雅子様は明らかに引きつった顔をされていたのですと語っています。
そしてこの出来事をきっかけに皇后陛下は宮中晩餐会に長い間欠席されるようになったのです。ちなみに宮内庁はほぼ事実とされているこの問題についてホームページにて事実と異なると反論しています。しかし実はメキシコのフォックス大統領も回顧録にてこのことに触れており、記事は正しいと証言されていたのです。そして皇后陛下がこの後表に出なくなったことに対してとても心配されていました。このようなご行動は当時天皇皇后両陛下であった上皇上皇后両陛下が意図的にやったとしか考えられません。そのため人格否定発言は姑である美智子様がされていたのではないかという憶測がされたのです。また天皇陛下が皇太子であった頃、両家は途絶状態であったと言われています。ちなみに愛子内親王殿下がまだ幼かった頃、上皇上皇后両陛下と天皇ご一家はほとんどご交流されていません。一方秋篠宮家とは静養先でご交流されるなど密にご交流されていたのです。このような背景があるからこそ上皇后陛下の嫁いびりが噂されたのですね。また上皇后陛下に関しては今年も話題になった記事が報じられています。今年の元旦も天皇ご一家は上皇ご夫妻のもとに挨拶に向かわれなかったそうですが、ついに上皇后陛下は怒りをあらわにしたようです。かつて上皇后陛下は大学卒業後に愛子内親王殿下が挨拶に来られなかったことに不快感を表しており、就職後にも一切の挨拶がなかったことにより堪忍袋の尾が切れたかのように怒りを表されていたのです。また愛子内親王殿下の入社日翌日には上皇后陛下が早朝に愛子内親王殿下に電話をかけ、なぜあなたたちは私たちをないがしろにするのですかと絶叫されたと言われています。さらに上皇后陛下はあなたの母は犯罪者の孫娘なのよともおっしゃられたようであり、愛子内親王殿下は涙を浮かべながらお話を聞かれていたのだとか、おそらく母方の祖父が水俣病を生んだ日本窒素肥料の元会長であった江頭豊だったことについておっしゃられたのでしょう。そして上皇后陛下は追い打ちをかけるかのように、だからあなたにも犯罪者の血が流れているのよ、そんなあなたが皇族でいられるのは私のおかげなのよ、などともおっしゃられていたといいます。このような上皇后陛下のお説教はなんと2時間近くも続き、愛子内親王殿下は入社2日目から遅刻しそうになったそうです。そして泣いた目を真っ赤にして晴らしながらも急いで身支度される愛子内親王殿下に多くの職員が同情されたのですと語っていました。もしかすると相変わらず天皇ご一家と上皇ご夫妻は不仲なのかもしれませんね。しかし秋篠宮家と上皇ご夫妻は相変わらず仲が良いとも言われています。真実を私たちには知る術がありませんが、日本の象徴の皇室の方々はギクシャクしないでほしいと願ってしまいますね。また秋篠宮妃殿下は愛子内親王殿下に嫉妬していると言われています。ある記事では愛子様は陰で並々ならぬ努力をされてきました。そして愛子様のご活躍は宮内庁内部でも大きな話題になっていたのです。しかし紀子様の前では愛子様のご活躍について話すことはタブーとなっています。というのも紀子様のいる場にて愛子様のご活躍について話をすると紀子様は不機嫌になられるのだとか、そしてあんな小娘をもてはやすな、私だって海外の要人との交流は立派にできるわとムキになって反論されるのですと載せられていました。現在の皇室典範であれば次の世代の天皇は悠仁親王殿下になられるため、母である秋篠宮妃殿下は世界中の人々から支持されている愛子内親王殿下に嫉妬しているのでしょう。しかし愛子内親王殿下と悠仁親王殿下は対照的であり、特に対照的なこととして挙げられるには進学ではないでしょうか。悠仁親王殿下は現在大学受験を控えている大事な時期です。そのため国民からは進学先に注目が集まっています。一部では学習院大学ではなく東京大学や筑波大学などの一流国立大学への進学を計画しているのではないかと噂されていますね。
かつて秋篠宮妃殿下は悠仁親王殿下が入園されたお茶の水女子大学附属幼稚園の入園の際に特別入学制度を作りました。そして筑波大学附属高等学校の入学の際には定型校進学制度などといった様々な新制度を創設させて無理やり悠仁親王殿下を入学させてきたのです。そのため悠仁様が学習院以外の学校に進学されることに関しては一般国民と競争し一流の学校に入学されるという選択が正しいのではないかと言われています。しかし実際には一般国民と競争して入学するどころか卑怯な手段を使った上で一般国民を出し抜いて入学しています。ある宮内庁関係者は以前天皇陛下は悠仁様が東京大学に進学されようとしていることについて卑怯な手段が用いられていると苦言を呈していました。また悠仁様の母である紀子様が有名大学に高額の寄付を行っていることに対しても不信感を持っているとおっしゃられていたそうです。天皇陛下は皇室を重んじる立場であるので公正な入学選考の過程を尊重する姿勢を示されたのでしょう。具体的な詳細は公にされているわけではないので詳しく知ることは難しいのですが、公正でちゃんとした教育や進学をするべきだという思いが強く伝わってきました。しかし紀子様は勝てば官軍という考えなのでしょう。そのため悠仁様を東京大学に入学されることを重要視されているようですが、このような卑怯な手段を使いなりふり構わない手法では良くないと思います。そして批判につながっていることから天皇陛下のご指摘は的を得たものだったと言えるでしょう。また天皇陛下はこのような秋篠宮家の横暴は許されないものであると考えられています。そして将来的には秋篠宮殿下や悠仁様ではなく愛子様に皇位継承をさせたいとも考えているようです。このようなことから今回愛子様に留学ではなく就職という選択をさせたのも早く社会に出て国民の悩みや苦労を分かることのできる感性を養ってほしいといった思いもあったのではないでしょうかと語っていました。このように皇室でも様々な人間関係の問題があるようです。特に秋篠宮妃殿下は現在次期天皇の母という立場であるため多くの心配事があることでしょう。そんな状況の中多くの批判の声を浴びている秋篠宮妃殿下の心労は絶えないのではないでしょうか。しかし火のないところに煙は立たぬと言います。真偽は不明ですが皇室の方々は日本の象徴にふさわしいように振る舞っていてほしいですね。今回ご紹介したことについて海外から多くの声が寄せられているのでその一部をご紹介します。だんだんと様々なことが明らかになってきて日本の皇室もギスギスとした人間関係なんだなと思ったよ。だけどやはり世界で一番の歴史を誇る皇室の方々は高い品格を持つべきだ。上皇后陛下と秋篠宮妃殿下の嫉妬深さは異常だよ。やはり心の綺麗さはお顔に現れるんだね。お二人はとても恐ろしい人だし今後変わることがなければ皇室離脱した方がいいと思う。天皇になるためには帝王学を学ぶ必要がある。また天皇自ら教えなければならない。もちろん最初は天皇陛下も皇位継承は男子でなければならないから悠仁親王殿下をと考えていたと思うよ。しかしどれだけ経っても相談しに来ない。そして卑劣な手を使って入学させようとしていることに天皇陛下は諦めたんだと思う。だからこそ愛子内親王殿下に教えあんなに素晴らしいお方にご成長されたのではないだろうか。そんな素晴らしいお方に嫉妬されている秋篠宮妃殿下はとても惨めに見えるね。上皇后陛下と秋篠宮妃殿下は悠仁親王殿下を次の天皇にさせたいのだろうけど当の本人は嫌がっている。また天皇陛下と上皇陛下は次の天皇は愛子とおっしゃっていたよね。やはり皇室の人間としてふさわしい人はちゃんとした人を次の天皇に選べるんだと思うといった上皇后陛下と秋篠宮妃殿下を批判する声が多く寄せられました。時代が変わり皇室の内情が明らかになりつつある今皇室への関心は集まっています。また皇后陛下が
適応障害と診断され、長い療養をされてきたからこそ、多くの人々が躍起になっているのかもしれません。しかし、私たち国民が真実を知ることはできないかもしれませんね。それでも、私たち国民は、皇室に関心を寄せ続けるべきではないでしょうか。そして騒ぎ立てずに、温かく見守り続けるべきですね。日本の皇室は異常すぎる。皆さんは、皇室が持つ、深い心のつながりをご存知でしょうか。愛子さまは、2024年3月に、学習院大学文学部、日本語文学科を卒業され、4月には日本赤十字社で新たな役割を担うことになっています。今後も一層国民に奉仕されることでしょう。そんな愛子さまの成長を陰で見守り、心強い支えをされてきた二人の女性がいました。この二人の女性は、憲仁親王妃の久子さま、そして仁仁親王妃の信子さまです。皇太子、皇太子妃殿下から天皇皇后両陛下になられたご両親は、忙しさに追われる日々を送られており、特に雅子様の健康が不安定な時期もありました。そんな中、公務を担う内部で信頼できる存在がいることは、愛子様にとっても心強い支えだったに違いありません。今回は愛子様とこのお二人の特別な絆と、サポートが愛子様にどのように力を与えたのか、そして愛子様の新たな挑戦への一歩についてご紹介していきます。まず、注目すべき二人の親王妃である久子様と信子様について。久子様は高円宮憲仁親王の配偶者であり、天皇陛下と雅子様が交際を深めるきっかけを作ったことで知られています。彼女は自宅で天皇陛下と雅子様をおもてなし、交流の場を提供したのでした。このため久子様は二人の関係を深めるキューピッド役とも称されることがあります。また両家ともに音楽をこよなく愛しており、バイオリンやチェロといった弦楽器の演奏を楽しんだりもされていたそうです。憲仁親王は天皇陛下より6歳年上で、幼い頃から陛下から熱い信頼を寄せられており、良き相談相手で兄のような存在でした。しかし、2002年に突然心不全で薨去されたのです。次に、信子様は、髭の殿下と親しまれた、仁仁親王の妃で、第92代内閣総理大臣、麻生太郎氏の妹です。信子様は、わずか16歳で、仁仁親王の目に留まり、その8年後に婚約されました。おそらく、その時からすでに、普通の人とは卓越した知性と品格をお持ちだったのでしょう。2004年から体調を崩され、別邸にて療養されていました。2012年6月に、仁仁親王が薨去され、信子様は、公務から離れておりましたが、2013年から、公務に徐々に戻られています。しかし、2022年に乳がんを患っていることが公表され、療養されていましたが、手術は成功し、現在は順調に回復していらっしゃるとのことです。そして、憲仁親王と仁仁親王は、昭仁上皇の重邸です。久子様と信子様にとって、愛子様との関係は、遠い親戚にあたります。おじい様の重邸の奥様という立場は、一般的に遠縁にあたりますが、愛子様に対する彼女たちの愛情は、距離を感じさせないものでしょう。しかし、遠い親戚であっても、久子様と、信子様にとっての愛子様は、特別な存在であるようです。愛子様を愛すべき家族として、心からの支援と愛情を注ぎ続けていらっしゃるのでしょう。久子様と信子様は、共に民間出身で皇室に迎えられた雅子様と同じく、貴重な存在です。そして、雅子様は、長女愛子様、久子様は、長女継子様と、次女憲子様、三女綾子様、そして、信子様は、長女昭子様、次女陽子様と、それぞれ女の子を授かっています。現在、皇室は、継承の問題を抱えており、このような状況の中で、久子様と信子様は、女性皇族として、または母親として愛子様を支え、その安定を願っているのかもしれません。お二人が愛子様にとって、非常に大きな支えであることは明らかです。20年ほど前に遡りますが、愛子様と久子様の心温まるお話があります。2002年に、高円宮憲仁親王が薨去された時、
久子様とお嬢様三人は深い悲しみに暮れていました。憲人親王のご遺体が宮殿に搬送された後、葬儀が行われるまで約一週間あったのですが、当時12歳の綾子様はお父様と一緒に寝たいと言い、ご遺体が置かれた広間で布団を敷いて憲人親王のそばで眠ったのでした。この綾子様の行動は深い愛と失われたことへの悲しみの表れでしょう。この秘宝は天皇陛下にとっても大きな衝撃でした。幼い頃から憲人親王を慕ってきた天皇陛下は、その突然の皇居に深く悲しみ、失望を感じていたと言われています。憲人親王は愛子様の誕生を自らの喜びとして受け止め、天皇陛下や雅子様との家族ぐるみの交流を大切にしていたことからも、その悲しみの大きさが伝わってきます。そのため、憲人親王の皇居は、天皇陛下や雅子様にとって計り知れない悲しみだったことでしょう。憲人親王の一周忌が過ぎた2003年に、天皇陛下と雅子様は久子様を東宮御所での食事会に招待しました。13歳になった綾子様と共に参加された久子様に、天皇陛下は愛子がプレゼントを用意しているんですよと告げました。雅子様に抱かれた愛子様は当時2歳、雅子様から離れ恥ずかしそうに久子様に向かってそのプレゼントを手渡しました。プレゼントは小さな折り鶴で、中には愛子様が覚えたてのひらがなで書いた手紙が添えられていました。久子おば様、綾子お姉様大好きという言葉が記されてあったのです。久子様はありがとうございますと心からの感謝を込めて会釈され、その丁寧に折られた鶴と愛子様が書かれた手紙をバッグの中に大切に収めました。2歳の幼い愛子様のまだぎこちない形で一生懸命に書かれたひらがなとその笑顔、愛子様の大好きという素朴で優しい心遣いは何よりの励ましになり、久子様の心を温かくしたことでしょう。深い悲しみを抱える人に対し、私たちはしばしばお気を落とさないでとか元気を出してと励ますことがあります。しかし家族を失うといった深い悲しみに直面した人にとって、そうした言葉が心に響くことは少ないかもしれません。大切なのはその人の気持ちに寄り添うことです。愛子様が当時2歳だったため、そこまで深く考えていたわけではないでしょう。しかし久子様や綾子様にとって、愛子様が心を込めて書いた手紙と大好きという言葉は大きな励ましとなったはずです。この心温まる場を用意してくれた天皇陛下と雅子様のお心遣いにもやはり温かさが感じられます。手紙を受け取った久子様はその後、高円宮家の当主として多くの公務に精力的に取り組み、再び素敵な笑顔を見せてくれています。最近の出来事として、2020年2月には世界らん展2020の鑑賞を天皇陛下と雅子様と一緒に鑑賞されました。その際、笑顔で楽しく会話されている様子が印象に残っています。一方、雅子様が適応障害で療養されていた困難な時期に、久子様は児童福祉に興味をお持ちの雅子様に対し、スウェーデン国王夫妻から届いた児童福祉に関する本を送るなどして雅子様を支えました。人は苦しい時や困難な時に受けた優しさを決して忘れません。そして愛子様は天皇陛下と雅子様から言葉に頼らない寄り添う優しさを受け継いでいます。そのため愛子様に対して久子様は特別な愛情と感謝の心を持ち続けていらっしゃるのかもしれません。久子様は国際的な視野を持ち、多様なスポーツの振興に尽力され、このような活動は愛子様の関心事とも合致しています。久子様は将来的に愛子様と公務で共に活動する機会を心待ちにされているようです。久子様は教養があり、ユーモアと笑顔にあふれる素晴らしい方なので、人としてまた女性として愛子様にとってお手本のような存在でしょう。これからも天皇陛下のご一家と高円宮家との深い関係が続くことを心から願っています。そして信子様がしばらく療養された後、近年再び国民の注目を集めているようなのです。年の初めに宮中で開催される歌会始めの儀では、2022年に愛子様の和歌が脚光を浴びていましたが、
別の方の和歌も多くの人々から高い関心を寄せられていました。その注目された和歌は、成人を姫宮迎え、通学に通う、車窓の姿、眩しむ、というものです。この歌を詠んだのは、信子様でした。二十歳になり、学業に専念されている愛子様が、皇居御所から車で出発される様子を、信子様が車窓から見守られたという心境を読み込んだ歌です。宮内庁の解説によれば、信子様は幼少期から愛子様を深い愛情を持って見守り、愛子様の成人を大変喜ばれていたとのこと。この歌の背景には、その喜びが込められています。歌会始めの儀で、他家のお子様を題材にして、和歌を詠むことは非常に珍しいとされています。それまで天皇家と深い交流がなかった信子様が愛子様への期待を込めてこの歌を詠んだことに宮内庁関係者も驚きを隠せなかったそうです。通学や公務で見せる愛子様の気品あふれる姿に多くの国民が感動し胸を打たれたことでしょう。同じく信子様も愛子様の成長に喜びと慈しみ誇りを感じていらっしゃる姿が容易に想像できます。そして皇室の未来についての内部の動きは私たち国民には明らかにされないことが多いです。しかし親族の方が愛子様への温かな思いを和歌に込めて詠むことにより皇室が一丸となって愛子様を支えたいという信子様の心が伝わってきます。皇室内の方々は皇位継承に関する直接的な発言を避けつつ公務に対する強い信念を持って取り組まれているのです。その一例として2023年2月に行われた東京アメリカンクラブの95周年記念イベントに久子様が出席されました。イベントでメンバーからの質問があり日本の皇室で女性の即位ってどれくらい先の話になるんでしょうとの質問に対し久子様は先ほどの質問に対する答えは少し難しいですね正直私にはその質問に答える資格がありませんと前置きし久子様は言いました。しかしその話題は学術的に見ても非常に興味深いと思います。女性天皇については単に社会的政治的な問題だけでなく学術的にも多くの興味深い点があります。どの道を選んでも不思議ではありませんと語り続けて皇室の在り方については高円宮憲仁親王が述べたことを伝えるのが最適だと思います。皇族として国民から望まれることを実行することが私たちの役割です。国民が私たちを必要としないと感じたら私たちの存在意義はないのかもしれませんと述べ国民の望む方向に寄り添う姿勢の考えを示されました。そして私たちは変わらず希望を持って国民のそばに居続け彼らのために祈ります。もちろん上陛下もそうされています。しかし現在のやり方が適切かどうあるべきかは国民が決めることですと彼女は強調しました。この考え方は47歳で皇居された高円宮憲仁親王の言葉が元になっていると言われています。憲仁親王は皇室は天皇陛下を頂点とするピラミッドの構造をしており私たち国民はその基盤をしっかりと支える存在だと述べていました。この心情をもとに久子様は公務に尽力され天皇皇后両陛下そして愛子様を支え続けていらっしゃいます。その言葉が天皇ご一家にとって心強い支えであることは間違いありません。現在皇室の未来は多くの課題に直面しており解決への道のりは依然として不透明です。皇室の在り方についての議論や批判がある中未解決の問題も残っておりこれらの課題に対し政治の世界は十分な対応を示していないとの懸念があります。そんな状況の中2021年12月1日に愛子さまが二十歳の誕生日を迎え成年皇族となられました。この新しい章の始まりに愛子さまを支えようとする皇室内の意識は明らかに高まっています。愛子さまへの支援は皇室や旧皇族旧家族からも寄せられていると言われているのです。しかしこのような機運が高まり始めて2年が経過した今も目に見える新たな動きは見られず状況は大きく変わっていません。
2024年3月には、愛子さまが、学習院大学文学部、日本語文学科を卒業し、日本赤十字社での勤務が内定しています。久子さまの長女、継子さまが、日本ユニセフ協会で働いていることから、愛子さまが、将来的に経験を積む上で、貴重なアドバイスを受けられるかもしれません。また、信子様の次女、陽子様も、2006年から2012年にかけて、日本赤十字社での勤務を通じ、ボランティア活動の重要性を広く伝える役割を果たされました。特に、青少年ボランティア課における勤務では、ボランティアの普及と育成に尽力され、社会への貢献意識を高めるための教育プログラムの開発に関わっておられたようです。愛子さまが日本赤十字社で新しい任務を開始されることは、社会への深い献身と公共サービスへの強い意志を象徴しています。この役職は国民との密接な交流を促し、より広範な奉仕活動に従事する最良の環境を整えると言えるでしょう。久子さまと信子さまの下で培われた慈善心と援助の姿勢は、愛子さまが果たすべき新たな役割において力強い支えになるに違いありません。日本赤十字社での活動を通じて、愛子さまは多様な社会問題に対する洞察を深め、それらの問題解決への貢献を目指される可能性が高いです。災害救援、血液供給事業、国際的な人道支援といった赤十字の広範な活動領域は、愛子さまにとって貴重な経験をもたらし、皇室と国民との関係をさらに強める機会となることでしょう。ここからは皇族の方々の皇室の未来に関する考え方を紹介していきます。信子様の夫、智仁親王は生前女系天皇に反対し、天皇の男系継承の維持を提唱していました。智仁親王は皇籍離脱した旧皇族の復籍や女性皇族、旧皇族からの養子縁組を可能にする皇室典範の改正を提案しました。一方で、故、高松宮信仁親王妃、菊子様は、愛子様の誕生を、あれまし内親王、健やかに育ちませ、待ちに待ちたる、今日の喜び、と、歌で祝福されています。さらに、女性皇族が天皇に即位する可能性について言及し、それを考えることは、長い日本の歴史を振り返ると、決して珍しいことではありません。と述べられました。菊子様は、愛子様がお生まれになってから天皇になる可能性に言及していました。当時は、まだ悠仁様が誕生しておらず、状況は今とは異なりますが、信子様が詠んだ和歌は、菊子様の当時の思いを反映しているようです。政府の動きとしては、安定的皇位継承のあり方に関する検討組織の座長に、信子様の兄、麻生太郎氏が任命されています。麻生氏は、男系男子に限るという、皇位継承の考えを支持しているのです。このように、皇位継承に関しては、女性天皇や女系天皇をめぐる議論など、解決すべき多くの課題が存在します。愛子様が直面している状況は、次世代の皇室に対する期待と、その重圧により、複雑化していると言えるでしょう。特に、皇室の伝統と、現代社会の価値観が交差する点で、愛子様の未来への選択肢が、制約されがちであることが懸念されているのです。皇室という独特の立場は、個人の私生活における重要な決断、例えば、結婚などにも影響を及ぼす可能性があります。これらの問題に対し、すべての議論が尽くされるまでには、まだ時間を要するでしょう。一体、政府は国民の意見をどのように受け止めているのでしょうか。それでは、久子様、信子様に対する海外からの声が多数届いていますので、その一部をご紹介しましょう。皇室の絆ってすごいですね。久子様と信子様が愛子様をどう支えてるか見ると、家族の絆の大切さがよくわかります。海外から見ても、愛子様への久子様と信子様のサポートは心温まるもの、皇室の伝統と現代性のバランスが素晴らしいですね。久子様と信子様の愛子様へのサポート、家族ってどんな時も最大の支えになるんだなと感じました。皇室の人間性が伝わってきます。愛子様の公務や成長にどれほど影響を与えているかを見ると、
本当に心が温まります。この絆に対する海外からの敬意も大きいですよ。久子様と信子様による愛子様への支援は皇室の絆の強さを象徴していますね、などお二人に対し好意的な意見が多く集まっていました。久子様と信子様は人として親族として、そして皇族女性として天皇家を支えています。お二人が皇位継承や皇室の未来について公に発言することはありませんが、愛子様の将来を考える際、これらの問題から目をそらすわけにはいきません。皇位継承と皇室の持続可能な活動は、皇室内部の支援なしでは成り立たない重大な課題です。それだけに、国民一人一人が皇室への関心を持ち、積極的に議論を進めることが求められています。今回は愛子様の成長を陰で見守り、心強い支えをされてきた二人の女性と愛子様の新たな挑戦への一歩についてお話ししました。人生における絆の経験や思い出について皆さんからのお話をぜひ聞かせてください。家族や友人、そして社会とのつながりがどのように皆さん自身を形作っているか共有していただけると嬉しいです。この動画を通じて皆さんが自身の絆を振り返り、大切な人々との関係をさらに深めるきっかけになれば幸いです。私はお母様とお父様の子供に生まれ、世界で一番幸せです。この言葉は、敏宮愛子様が8歳の時に皇后陛下雅子様に綴られた詩です。愛子様は小学生の頃、いじめにより通学に不安を持たれ、不規則な登校が続いた時期がありました。雅子様も民間から皇室へと環境の変化や周囲の期待に苦しむ中で、愛子様をご出産されて間もなく療養を余儀なくされました。しかし、天皇陛下の支えもあり、お二人はこれまで数々の苦悩や試練を乗り越えてこられました。愛子様は成年皇族として気品あふれる堂々としたお姿で公の場に立たれ、皇后陛下となられた雅子様もご公務に復帰されました。そんな幾多の難局を乗り越えてこられたお二人の力強さの裏には、これまで語られることのなかった親子の強い絆がありました。今回は愛子様が8歳の時に雅子様にお送りになった詩の内容を中心に深い親子の絆をご紹介します。2001年にご誕生された愛子様は、その自由奔放なお姿と愛らしい笑顔で国民を魅了してきました。そんな愛子様が学習院初等科に通っていた頃、母の日にちなんで作成されたカーネーションという詩集の中にお母様という詩が掲載されています。この詩は当時まだ8歳だった愛子様が書かれたもので、命を与えてくれた全ての人への感謝の気持ちが綴られています。生まれた時、私を抱きしめてくれたお母様へ、私は8歳になりました。16歳まで半分になりました。生まれた時のことは覚えていないけれど、お母様とお父様に出会うまで、おじい様、おばあ様、ひいおじい様、ひいおばあ様、誰か一人でもいなければ、私は生まれませんでした。そう考えると、命をつなげてくれた全ての人に、感謝を伝えたくなりました。これから大人になっていくまで、雨の日も、雪の日も、曇りの日もあるでしょう。でも、きっとお母様といつも一緒です。いつだったか、ママ、ではなく、お母様、と呼ぶようになりました。ふと見ると、お母様は少し寂しそうでした。たくさん泣いて、文句を言って、お母様を困らせたことや、ごめんなさいが、素直に言えなかったこともありました。だけど、いつもそばにいてくれたお母様、怒った顔も、笑っている顔も、泣いている顔も、どんなお母様も大好きだから、私はお母様が私のお母様で、本当に良かったと思います。だから、見えない旅路も、いつもそのままのお母様を見守りたいと思います。だけど、いつかはきっと離れていく日が来るでしょう。だからお母様、産んでくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。そして愛してくれてありがとう。私はお母様とお父様の子供に生まれ、世界で一番幸せです。以上、愛子様が雅子様に綴られた詩の全文です。この詩では、雅子様に対する過去の反省や感謝の気持ちがまっすぐに伝えられています。
雅子さまへの感謝の言葉とともに、死の末尾にはお母さまとお父さまの子供に生まれ、世界で一番幸せです、という愛情に満ちたメッセージで締めくくられています。療養に苦悩されておられた雅子さまは、きっと胸がいっぱいになられたことでしょう。愛子さまの死では、雅子さまに対する感謝の気持ちだけではなく、将来の別れについても言及されています。驚くべきことは、当時8歳であった愛子さまが、これほど深い感受性を持っておられたことです。選択された言葉の一つ一つに、8歳とは思えない、豊かな想像力を感じます。天皇皇后両陛下は、愛子さまが幼い頃から、絵本の読み聞かせをされたり、会話をされておられたといいます。天皇皇后両陛下が愛子さまをご懐妊されたのは、ご成婚から8年後のことでした。2001年に愛子さまが誕生された際、雅子さまはお言葉を述べられ、無事に出産できました時には、ほっといたしますと同時に、初めて私の胸元に連れてこられる、生まれたての子供の姿を見て、本当に生まれてきてくれて、ありがとう、という気持ちでいっぱいになりました。今でも、その光景は、はっきりと目に焼き付いております。生命の誕生、初めてお腹の中に、小さな生命が宿って、育まれて、そして、時が満ちると、持てるだけの力を持って誕生してくる。そして、外の世界での営みを始めるということは、なんて神秘的で、素晴らしいことなのかということを実感いたしました。また、生まれたての子供の生きる力というのを目の当たりにいたしまして、子供っていうのは変な言い方ですけれども、本当に生きるために、そして親に愛されるべくして生まれてくるんだということを強く感じました。と、愛子さまのご誕生を大変慈しまれておられました。2004年には、ご一家のホームビデオが公開され、愛情を注がれて、健やかに成長されている愛子さまのご様子が収められていました。こうした映像や写真が公開されるたびに、メディアで取り上げられ、愛子さまの愛おしい成長ぶりとともに、映像に映り込んだ絵本が話題となりましたよね。1歳の誕生日に公開された写真には、いないいないばあ遊び、ぐりとぐらのあいうえお、や、みんなでね、などの絵本が映り込んでいました。また、2歳の誕生日には、雅子さまが、後ろにいるのだあれ、を読み聞かせをしている映像が、公開されました。2歳8ヶ月になられた愛子さまは、うずらちゃんのかくれんぼという絵本をカメラに向けられ、もういいかい、まだだよ、どこに隠れたのかな、と、可愛らしい声で音読されていました。そして、パパも、と、天皇陛下に呼びかけられ、天皇陛下が、おーい、森蔵、声を聞かせてくれよ、と、お答えになっていました。その後、お二人で何度か会話をされて、愛子さまが、おしまい、と絵本を閉じたところで、ホームビデオは終了しています。これらの絵本は、たちまち話題となり、人気が上昇したといいます。さらに、世界的に有名な、エリック・カールの著書、腹ペコ青虫の劇を天皇陛下がご鑑賞された際、うちの子もこの本が大好きなんですよ、とおっしゃっていたそうです。このようにご一家は絵本を通じて楽しいひとときを過ごしていたそうです。そうした観点からも自然に会話が生まれる絵本や動物が出てくる絵本を選ばれていたといいます。絵本を通じたコミュニケーションが愛子さまの感性と創造性を豊かにしたのではないかとも言われています。一般的に赤ちゃんは両親の声かけで情緒が豊かになると言いますが、言葉を獲得する前の赤ちゃんとのコミュニケーションには誰もが苦労するものでしょう。そうした難しさがある中でコミュニケーションは大変重要だと言われています。月齢の低い赤ちゃんでも近くにいる親や保育者の顔をよく見ていることが発達心理学の研究実験で証明されています。例えば、スティルフェイス実験、無表情実験というものがあります。これは、お母さんが突然無表情になり、5分間何の反応も示さなかった場合、赤ちゃんはどのように反応するかという実験です。つい先ほどまでニコニコしていたお母さんが、突然無表情になって反応しなくなると、赤ちゃんはお母さんの顔に手を伸ばして触ったり、泣き出したり、どんどん不機嫌になるという実験結果が示されています。このように、まだ話ができなくても、言葉が分かっていないようでも、赤ちゃんは、親や保育者の様子を受け止めて、同時に様々な方法で、自分の気持ちを表現し、発信していることが明らかになっているのです。
愛子さまも絵本を通して天皇皇后両陛下から多くの言葉を学び成長されたことでしょう。またご一家が式典や公務の際ネクタイやスーツの色を合わせたお姿でご出席されることもありますよね。女性誌ストーリーエブでは皇后スタイルを確立する雅子さまや成年皇族の方々の装いを紹介する連載がされるほど、その上品な装いに注目が集まっています。天皇ご一家は普段から会話が多いことでも知られており、報道陣が入らない場面でもリンクコーディネートをされているようです。ご一家でのリンクコーディネートは、やはりコミュニケーションを密に取っているからこそできるものなのでしょう。愛子さまはご一家とのコミュニケーションを通して、深い感受性をお備えになられたのかもしれません。雅子さまも同じく、お母さまである、小和田由美子さんに絵本を読み聞かせてもらい、コミュニケーションを取られていたようです。雅子さまのお父さまが、外交官として勤務されていたため、雅子さまは、幼少期を海外で過ごされていました。由美子さんは、日本語の絵本や童話を寝る前に、雅子さまに読み聞かせていたそうです。特に、雅子さまは、フランダースの犬を気に入られていたようで、ネロとパトラッシュが天に昇るシーンでは、その度に涙ぐまれていたとのエピソードが残っています。天皇陛下も同様に、幼少期には上皇后美智子さまが、日本の古典や英語の詩を読み聞かせていらっしゃったそうです。美智子さまは、言葉を理解させることよりも、言葉の美しさやリズムを感じ取ってもらいたいと願っていたといいます。そうして健やかに成長しておられた愛子さまですが、2010年に学習院初等科への不登校が報道されました。実際には不登校ではなく、通学への不安から腹痛などの体調不良を訴えられていたそうです。原因はいじめとされ、愛子さまの不安を少しでも和らげようと、雅子さまが登下校に付き添われるようになりました。それに対して世間からは、甘やかしすぎ、プライベート優先、などと心ない非難が浴びせられました。それでも雅子さまは、以降、1年7ヶ月にわたって、愛子さまの通学に付き添い、見守ってこられました。雅子さまは、この付き添いのご意向について、後の会見で、皇太子殿下とご相談をしながら、どうすれば愛子が安心して学校に通うことができるようになるか、そのために、親として何をしてあげられるのか、日々考え、力を尽くしてまいりました。学校とも相談を重ねてまいりましたが、愛子の学校への付き添いは、与えられた状況の中で、唯一取れる可能性として続けてきたものでした。と当時、皇太子であった天皇陛下とご相談され、愛子様を信じて、添い遂げるという選択をしたと説明しておられます。そうした雅子様の献身的なお力添えが支えとなり、以降写真撮影の場で笑顔を見せられたり、運動会でご活躍されるなど、美しくご成長されました。困難を乗り越えられた愛子様が、中等科の卒業記念文集に寄せた文章も話題となりました。世界の平和を願ってと、題された文章には、広島の原爆ドームを訪れた時の思いが、赤裸々に綴られています。原爆ドームを目の前にした私は、突然足が動かなくなった。まるで、71年前の8月6日、その日、その場に自分がいるように思えた。ドーム型の鉄骨と、外壁の一部だけが、今も残っている原爆ドーム。写真で見たことはあったが、ここまで悲惨な状態であることに衝撃を受けた。平和記念資料館には、焼け焦げた姿で亡くなっている子供が抱えていたお弁当箱、熱線や放射能による人体への被害、後遺症など様々な展示があった。これが実際に起きたことなのか、と私は目を疑った。平常心で見ることはできなかった。そして何よりも原爆が何十万人という人の命を奪ったことに、怒りと悲しみを覚えた。命が助かっても、家族を失い、支えてくれる人も失い、生きていく希望も失い、人々はどのような気持ちで毎日を過ごしていたのだろうか。私には想像もつかなかった、と原爆ドームを目にした時の心中が語られており、被災者や残された遺族への深い悲しみに寄り添われました。さらに、日常の生活一つ一つ、他の人からの親切一つ一つに感謝し、他人を思いやることから平和は始まるのではないだろうか。そして唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は
自分の目で見て感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う。平和は人任せにするものではなく、一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだから、と世界平和への強いお気持ちを示されています。文章の節々から愛子様の紳士で力強い平和への思いが伝わってくるのではないでしょうか。この文章を通して愛子様の優れた日本語力や文章の構成力、そして豊かな感受性が注目されました。また愛子様は高校2年生の夏にイギリスの名門イートン校のサマースクールに参加されました。2022年歌会始めに参加された愛子様はこの時のお気持ちを和歌にされました。英国の学び者に立つ時迎え開かれ染むる世界への窓と素直なお気持ちを歌っておられます。愛子様がサマースクールに向かう際の高揚感が伝わってきますね。また愛子様はその優れた日本語能力に加えて英語やスペイン語も堪能であると言います。雅子様と1日12時間も英語でコミュニケーションを取ることもあったそうです。また6歳ですでにスペイン語のレッスンを受け、大学入学後もスペイン語を学ばれています。天皇陛下もスペイン語を学ばれており、同じ単語帳を使用して勉強されていたそうです。スペイン語は世界各国で広く使われており、話者は5億1600万人と英語、中国語に次いで多い言語です。スペイン語を公用語とする国はスペインのほか、アルゼンチンやチリなど20カ国にも及び、ラテンアメリカ地域では共通語となっています。日本の皇室がこれまで力を入れてこられた国際親善において、多言語での良好なコミュニケーションは、有効な関係構築の一助となっていたことでしょう。愛子様は、海外の要人が、東宮御所を訪れた際に、品格の接遇を行うなどして、幼少期から接遇を学ばれてきました。今後、国際舞台において、英語とスペイン語を駆使した愛子様のご活躍が、ますます期待されています。これまで新型コロナウイルス感染症蔓延の影響や学業の優先を理由として公の場でお見かけすることは多くありませんでしたが、最近では天皇皇后両陛下と共にご公務に出席される機会が増えています。2024年2月、愛子様はケニア大統領夫妻との昼食会にご出席されました。その際、愛子様はケニアの公用語であるスワヒリ語で挨拶されたといいます。以降の昼食会の場ではほとんど通訳を介さずにケニアの女性官僚と英語でコミュニケーションを取られているお姿が報道されました。ぜひケニアに来てくださいと招かれると、愛子様は礼儀正しく感謝の意を示し、ありがとうございますと返答していたそうです。愛子様は2024年に学習院大学を卒業された後の進路について、日本赤十字社への就職を選択されたことを公表しました。今後は嘱託職員としての業務とご公務を並行して行われるそうです。愛子様はこれまで単独でのご公務の経験がないこともあり、今後単独でのご公務に注目が集まっています。愛子様は盲導犬育成活動や日本文学や伝統芸能といった分野に関心を寄せられていらっしゃるそうです。ご卒業された学習院大学では日本語日本文学科に在籍され、日本古典源氏物語が研究対象の一つになっていたそうです。2024年からは大河ドラマ光る君へで源氏物語が扱われていることで注目されていますよね。源氏物語は1000年前にも遡る平安時代中頃に紫式部が創作した全54巻にわたる超大作小説です。長編小説では日本最古と言われており、日本の教科書に載ることも多い作品です。大河ドラマ光る君へに関連して各地で源氏物語の展示会なども予定されているといいます。そういった展示に愛子様がご参加される機会もあるかもしれませんね。8歳で雅子様に感謝の気持ちを綴られて約14年、人見知りで引っ込み思案であった愛子様が美しく聡明な青年皇族になられました。その凛とした優美なお姿に感動した人も多いのではないでしょうか。今後本格的にご公務に取り組まれる愛子様にさらなる期待が寄せられています。このエピソードに関して海外からたくさんの声が寄せられていますので、その一部をご紹介します。
愛情あふれる詩で心温まる文章に涙がこぼれます。これだけまっすぐなお気持ちはどこから学べるのでしょうか。天皇ご一家の話題は嬉しいです。日本の国民が幸せであることを祈ります。文章には愛子様の素晴らしい表現力に感動しました。どうしたら8歳でこれほど素晴らしい文章を書くことができるのでしょうか。愛子様は類稀な才能をお持ちですね。あまり公の場に出ないことが気になります。これからの活躍が楽しみです。両親の愛情が子供の成長にどれほど大きな影響を与えるかが伝わるエピソードですね。愛子様の心の清らかさや素直なお心が感じられました。この詩には両親への深い愛情と感謝が綴られ、また語彙力や想像力の豊かさが伺えますね。愛子様が綴られたこの詩は、雅子様との深い絆を象徴するものとして、海外からも多くの称賛の声が上がっています。これまで幾多の困難に直面しながら、ご両親に支えられ、乗り越えてこられた愛子様は、今後、様々な分野でご活躍されることでしょう。そんな愛子様は、日本赤十字社に就職されることが決まっています。これは、公務との関係を優先したいという、愛子様の意思と、人々や社会に貢献したいといった理由があるようです。きっと、愛すべき母の雅子様の後押しや、影響もあったことでしょう。愛子様のこの進路選択は、皇族としての活動を重視しているのです。成年皇族として、格別の輝きと気品をまとっておられる愛子様から、今後も目が離せませんね。敏宮愛子様が大学を卒業後、日本赤十字社に就職するというニュースが報道され、驚いた方も多いことでしょう。愛子様の進路については、おそらくほとんどの人が、そのまま大学院に進み留学するものと思っていたのではないでしょうか。そうでなければ、就職するかもしれないが、少なくとも大学卒業後に就職するとは、多くの方は思っていなかったでしょう。しかし、改めてこれまでの愛子様の言動を振り返ってみますと、ところどころにヒントが散りばめられており、答えをすでにおっしゃっていたかのような傾向すらあります。それはさておき、今回お話ししたいのは、愛子様が就職という選択をしたことの是非についてではないのです。今回ご紹介したいのは、愛子様はすでにして国民の象徴であるということです。では、その名前の通り皆様に敬愛される敏宮愛子様についてご紹介しましょう。さて、私たちは愛子様の就職の第一報を聞いたとき少なからず動揺を覚えたのではないでしょうか。その動揺が何なのかについては人それぞれだと思いますから、具体的には言及いたしません。しかし、皆様が愛子様に様々な期待を抱いているのは間違いないのではないでしょうか。他人の期待を感じるとプレッシャーに感じてしまったり、荷が重く感じる方もいるかと思いますが、愛子様はそういうわけにはいきません。生まれた時から期待されるという、そういう宿命のもとに生まれたのです。今回の愛子様の就職の件につきまして、いろいろな意見がありました。留学してほしかったという人、日本赤十字社への就職という選択は素晴らしかったという人、要するに天下りでしょうと分け知り顔で自分の頭の悪さを世間に露呈する人、あるいはこれはご一家の本意ではない、何か大きな勢力が愛子天皇の阻止のために留学の阻止を図ったのだと陰謀論で頭の中が渦巻いている人、何をどう思うか、それは人の勝手ですから、これが正しい見解だと主張するつもりはございません。どのように考えるかは、皆様の自由であるからです。ただ今回の件に関して言えば、愛子様本人そして両陛下もコメントを寄せていますから、これを踏まえた考察が好ましいのではないでしょうか。さて、先ほども言いましたが、愛子様はすでにして国民の象徴であるということです。すでにして国民の象徴であるということは、現時点で天皇としての器を備えているということです。ここで言う器と言いますのは、いわゆる器量のこととは少し違います。器量とは人間の包容力の大きさを示します。愛子様の人としての包容力の大きさにつきましては、これはわざわざ説明するまでもないでしょう。愛子様の存在そのものが包容力と言っても過言ではありません。しかしここで言いたいのは器量ではなく、器の方です。それでは、器とは一体何でしょうか。
その名の通り、入れ物のことです。愛子さまは入れ物を備えているのです。では、どんな入れ物でしょうか。愛子さまが兼ね備えているのは、皆様の思いを入れる入れ物です。皆様のありとあらゆる感情や思いがその入れ物に入ります。あらゆる感情や思いというのは、無論、敬愛の情だけではありません。身勝手な願望だってありますし、中には理不尽な敵意もあるでしょう。しかし、器はそれらを区別しないのです。一つも排除せず取りこぼすこともなく、すべてをそのうちに収めます。天皇というのは、そうした感情や思いをすべて受け止め、寄り添う存在です。そして同時に天皇というのは、そうした感情や思いに惑わされ支配されることのないものでなくてはなりません。愛子さまは、このようにお優しい人柄なので多くの人を魅了しているのでしょう。しかし、愛子さまは優しいだけではありません。強靭な精神力と圧倒的なバランス感覚、原理原則に極めて忠実であり、公平性を期すその態度、そして何よりも天皇としての器を備えていること。少し大げさに言っていると感じる方もいるかもしれませんが、決してそんなことはなく、それほど愛子さまという存在は大きいのです。さて話は変わりますが、今の皇室の状況というのは、かつてのデンマーク王室によく似ています。この点について、少し説明していきます。デンマークの王位継承法は1953年に行われた継承法の改定により、王位継承資格を保有する要件が大幅に変更されました。その中でも特筆すべきは、それまでの長男相続制から男子優先長子相続制に変更されたことです。要するに、女性女系継承が容認されたわけですね。これによって、現国王に男子がいない場合、国王の弟などの傍系男子よりも国王の長子である女子に王位継承の優先権が認められることになりました。その結果、当時の国王フレゼリク9世の推定相続人が、国王の弟のクヌーズ王子から国王の長女マルグレーテ王女に変更されたわけです。この継承法の改正には、ある背景がありました。それは国王の弟であるクヌーズ王子が、国民から不評であったということです。不評であった理由として、ナチスドイツのデンマーク占領中に、クヌーズ王子が積極的にナチスを支援していたことが挙げられます。そのような背景のある王子が国王になることを、国民は許すはずがありません。そのため、国王の長女マルグレーテ王女が王位につくことを、国民は強く求めました。そしてその結果、デンマーク王国憲法と王位継承法の改定により、マルグレーテ王女は13歳で、推定相続人となりました。推定相続人というのは、現在の皇室で言えば秋篠宮さまのことです。皇位継承順1位で、このままいけば天皇に即位する可能性は高いが、まだ確定ではないという状態です。秋篠宮さまの場合、今後もし陛下に男子が生まれたら、その子が皇太子になります。当時のデンマーク王室の場合、先ほどご説明した通り、男子優先長子相続制のため、もし国王に男子が生まれたら、その子が皇太子になるわけです。しかしその後、国王に男子が生まれなかったので、マルグレーテ王女は国王の崩御に伴い、晴れて女王となったわけです。そして2009年には国民投票によって、継承法が男子優先長子相続制から長子相続制に変更されました。これにより、国王の長子は男女に関わらず法定推定相続人、すなわち皇太子となることになったのです。今の日本の皇室の状況とよく似ていることがお分かりいただけたでしょうか。ではここから、敏宮愛子様の人物像について少しお話ししましょう。愛子さまは、2021年12月1日に20歳の誕生日を迎えられ、翌2022年3月17日に初めての記者会見に臨まれました。まず会見の冒頭、ご挨拶の場面において、記者の方々が愛子さまにお声をかけます。成年皇族としてご活躍されておりますことを、心よりお喜び申し上げます。おめでとうございます。率直なお考えやご意見をお聞かせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。それに答えた愛子さまは、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
とても柔らかい笑顔で二方向にゆっくりと礼をされ、初々しさと誠実に対応されようとしているお姿が初めから垣間見えました。そして前日16日の福島県沖地震の被災者へお見舞いを述べられた後、皇室の一員としての思いを次のように話されました。上皇陛下が折に触れておっしゃっていて、天皇陛下にも受け継がれている皇室は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすということが基本であり、最も大切にすべき精神であると私は認識しておりますと、皇室のあり方について引き締まった表情でお話になりました。注目したいのは、陛下について父ではなくて天皇陛下というワードを使っていらっしゃるところです。会見では天皇陛下と父という両方の言葉を使い分けていらして、愛子さまが陛下の公的なお立場を大切にして、公と私の区別をしっかりされていることが読み取れます。そして愛子さまはこう続けます。ボランティアとして被災地で活躍されている方々の様子をテレビなどの報道で目にしまして、人の役に立とうと懸命に活動されている姿に非常に感銘を受けました。福祉活動全般に関心があるという愛子さまは、社会貢献への強い思いを語られていました。今回の日本赤十字社への就職の内定を聞いて、愛子さまらしいと感じた方も多くいるのではないでしょうか。一方、ご自身の長所についての回答では笑顔が多く見られました。強いて申し上げるなら、どこでも寝られるところでしょうか。以前、栃木県にある那須の御用邸に行き、その着いた晩に縁側にあるソファーで寝てしまい、そのまま翌朝を迎えたなんてこともございました。実際に愛子さまはどこでも寝られる方だそうです。こうやってユーモアを交えて、それが聞き手に伝わっているかどうか目を配り確認されながら、記者の質問にお答えされていました。ほのぼのとしたエピソードだったので、記者の方も思わず笑みがこぼれたそうです。ただコロナ禍のためあまり声を出せないという状況でした。しかしこの時、会見場の空気が一気に緩んだのを記者の方は感じたそうです。一方、短所について愛子さまは次のようにお話になっています。自由にのびのびと育ったので、少しマイペースな部分があるところだと自覚しております。少し照れながらマイペースと自己分析されています。特殊なお立場に生まれ育って制約の多いご生活なのかなと想像しますが、自由にのびのびと育ったというふうに感じられているのですね。これは愛子さまが生まれ持ったおおらかさとともに、両陛下の愛情によるところが大きいのかもしれませんね。会見ではまた、その両陛下への感謝の言葉もお話になりました。私がどのような状況にありましても、一番近くで寄り添ってくれるかけがえのないありがたい存在でございます。これまでたくさんの愛情を注ぎ育ててくださったことに深く感謝しております。さらに両陛下については、これまで困難に直面した時、私の気持ちを尊重しつつ的確なアドバイスをしてくださいました。また両親からもらった大きな愛情や励ましが私の支えでした、というふうに過去を振り返られました。誕生の際に雅子皇后様が涙ながらに語られた生まれてきてありがとうという言葉を踏まえて、両陛下に対して逆にお伝えになりたい言葉がおありかどうかという記者さんの質問には、私も産んでくれてありがとうと伝えたいと愛子様は明かされ、その言葉に続けて、これからもどうかお体を大切に、これからも長く一緒に時間を過ごせますようにと申し添えたいというふうにも語られました。とても胸が熱くなるお言葉ですね。さらにご家族の思い出についてはこんなエピソードも明かされました。那須御用邸の海でサーフボードを海に浮かべて、そこに3人で座る挑戦をして、見事全員で落下した思い出などお話しし始めると日が暮れてしまうかもしれません。揃って海に落ちて笑い転げられたであろうお三方の姿が目に浮かびます。そして日が暮れてしまうという話ぶりからは、そうした爆笑エピソードが多々ありなのだろうなということも伝わってきます。また30分間の会見中に記者の方がとても心を打たれたのは愛子さまの眼差しでした。お手元には原稿が置かれていたのですが、ほとんどご覧にはならず、とても的確なお答えをお続けになっていたことです。
幼い頃から大相撲の力士のしこ名と本名と出身地をすべて暗記されていたり、記憶力に秀でていらっしゃるというのは以前にも紹介されたことがあります。しかし30分間の会見の内容をどのようにして記憶されたのか気になりますよね。どうやら質問に対してきちんとご自分の言葉で答えられるように何度も何度も回答を練り直していたそうです。そのうちに自然と内容が頭に入ってしまったそうで、とても自然体で記憶されたとのことです。さらに愛子さまはこの会見で、なるべく具体的に自分の言葉で自分の思いを皆さんに知っていただけるよう伝えたいと思って準備をしてまいりましたというようにも説明されています。ご自分でじっくり考え抜いて紡いだ言葉だからこそ、持ち前の集中力と記憶力で完璧にインプットされたのですね。質問を聞くときには質問者の目をじっとご覧になり、お話になるときは右に左にと記者一人一人に目を配られていました。質問した記者に対して愛子さまスマイルを向けられ、思わず記者たちも笑顔になるという状況でした。記者の目を見て質問を聞いてユーモアを交えて話すという姿勢は実は陛下の姿そのものなんですね。今回の会見の仕方も陛下から伝授されたそうです。会見の経験が豊富な父からのアドバイスは、こういう風にすると緊張が少し和らぐよ。お一人お一人の顔を見ながら目を合わせつつ自分の伝えようという気持ちを持って話していくというのがコツとお伝えになっていたそうです。実際愛子さまは素直にそれを実践されていました。20歳という若さにもかかわらず落ち着いた態度で驚いた方も多かったことでしょう。聡明さと優しさがとても伝わってくる、心が温かくなる良い会見だったと思います。こうした会見を立派にするというのは愛子さまは本当に素敵な方ですね。そして先日日本赤十字社への就職にあたって愛子さまのお気持ちが発表されました。身の引き締まる思いがいたします。これからも様々な学びを続け、一社会人としての自覚を持って仕事に励むことで、微力ではございますが少しでも人々や社会のお役に立つことができればと考えております。今後どんなご活躍をされるのかますます楽しみになりますね。最後に愛子さまを称える声が海外の人々からも多数ありますので、その一部をご紹介します。なんて美しいプリンセス、いつも綺麗な髪をしているね。あの礼儀正しい振る舞いが日本の皇族なんだね。素晴らしい。優しそうなお人柄があふれ出ていて、本当に美しさは内面から来るものだということがわかります。日本にもプリンセスがいるのは初耳でした。素敵ですね。今まであまり知らなかったけど、これからもっと彼女のことを知る機会が増えるといいな。お召し物が清楚な雰囲気でとても素敵。あの気品を身につけるのは一般人では無理だよね。年を重ねるごとに美しくなられていますね。話し方が柔らかく、そして肌が白くて透明感がある。映像からでも高貴な人であることが伝わってくるね。やはり海外の人々も愛子さまの柔和な雰囲気に心が温かく感じるようですね。日本の人々のたくさんの願いを受け取って、いつも涼やかな笑みを浮かべながら全くブレることなく自身のやるべきことを定め前へ進み続けていらっしゃる愛子さま、その姿を国民の象徴と言わずして何ということができるでしょうか。愛子さまこそ時代を担う天皇の器であり、この国の希望そのものなのです。愛子さまの成長をこれからも見守っていきたいですね。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。皆様の意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆様の応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。